シギンの魅力を発信するシギンチャンネル おはようございますこんばんばはチャンネルのヘイヘイですこのチャンネルは詩吟歴の長い長い私平平による詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力を分かりやすくお伝えしていくチャンネルです。いつも通り漢詞や俳句和歌など一つご紹介して実際に吟じていくというスタイルで進めさせていただきます。 えー、お盆の連休が入りましていかがでしょうか僕は早くもちょっとだらけそうなんですけれども、えー、今日も頑張っていきたいと思います本日ご紹介する詩吟はですねいわゆる詩吟業界の中の国家みたいなもんですね、えー、最も有名でで、えーまあ、みんなで もう合唱するようなものですね <laughs> まあこれはもちろん流派によるんですけれどもえ私が所属している大会とかですねえそういったところではまあ一番多いのがこの銀を銀ずるのがメインなのかなと思いますなので詩銀やっている方の多くはですねこの詩を知らないってことはないのかなと思いますではどんな内容なのかもうそのまんまですねタイトルは「漏洩」 えー、まあ銀鶴っていう意味になりますね朗朗 <laughs> と英鶴つまりまあ詩吟みたいなもんです、えー、作者は日田光、えー、幕末というよりは明治ですね、えー、明治から昭和にかけて生きた方になりますまあ、どういった内容なのかも,もうまさに、えー、詩吟っていうのは素晴らしいんだぜみたいな <laughs> こんな適当な説明したら怒られるかもしれませんがまああの 朗々と銀ずることに関して書かれた内容になっております。それではまず説明していきますね。ロイニッタ・田公正規堂々志たずぬべし皇帝長短また延伸ン銀す今この先見の夫一辺先週 天地の心正気堂々、えー、声,声の気迫の木ですね、えー、堂々たる堂々です志たずぬべし声も気力もですね誠に堂々としていてその志がどこにあるのかわかるまあ、声を聞いたらわかるということですね肯定長短また遠心 高低は高い低い長短は長い短い遠心はあこれは深い深いになるのかな <laughs>、えー、になります、えー、声はですね高くまた低く、えー、長く声を弾くかと思えば短く切ることもあるそしてその、まあ、曲折節回しというものはとても奥深いものがあるということですローギンスコンコの先見の歩 こうしてですねコンコ、ココンということですね、今古いと書いてコンコ、ココンの優れた先見の府、先だった賢い人たちの、まあ、経験とかそういった内容かな、府っていうのはそういう意味だと思います。ココンの優れた先輩の人々のシイカ、自分などを浪吟するとですね、いっぺん先修天地の心。我々々はその優れた人々と 一体になって千、えー、秋のつまり永遠に変わることのないということですね永遠に変わることのない天地の心無限に広がる天地の純粋な気持ちに化すのであると化けるとまあ気持ちが世界と一体になるよっていう感じ <laughs> ですね、えー、だいぶ雑な説明になってしまって多分これ聞く人が聞いたら怒るんじゃないかなと思います先に謝っておきますすみません これはですね、えー、本当に詩、ま、吟、あ、をやっていたら詩吟とはこういうものだよ、銀じていたらこういう状態になるのが素晴らしい状態なんだよということを言っているわけなんですね、だから詩吟の大会において、まず真っ先に、えー、まず国家斉唱をするんですけれど、その次に、えー、これをみんなで銀ずると、合銀する。 合わせて銀ずるとということになります、まああのー、その場でみんな座席でですね客席で立って、えー、銀じていくわけなんですよこれで僕はまださすがにやったことはないんですけれどもお一気にみんなで銀じようと思ってもタイミング合わないんですねだから詩銀の大会においてはちょっとなんかお偉いような方がですねとぼとぼと真ん中にステージのど真ん中に来てですね一番最初にもうあの1人だけ この出だしのところを銀ずるわけなんですね。ロイニッタコウみたいな。<laughs> 正規堂々って言った後に、えー、客席の参加者全員がですね、志みたいな感じで、心からここからみんなで合銀に入って、で最後まで銀じていくという、そういうスタイルになります。だから、詩吟の大会、こんなスタイルが多いのかなと。 思いますね多分知らない人が詩吟の大会見に来たらですねびっくりすると思いますよ、みんなおもむろに立ち上がってですね、えー、急に一緒に銀次始めるわけなんですからなかなかに凄まじいです。 そしてこ試あの,音の大会でやるときにですねちょうどいい発声練習になるんですよ。なかなか練習する場所って多くないですからあ実際にこの舞台に近い会場においてですねえ思いっきし声を出していい感じの発声練習になるんですね <laughs> だから、もうめちゃくちゃうるさいわけなんですよ。多分ステージがもうう震えるんじじゃないいいかっていうぐらいに凄まじい 気迫が溢れるということで独特な雰囲気になってきます。<laughs> 一つですね、ちょっと難しいところといえば、これ、男性も女性もみんな一緒に合わせて銀ずるわけなんですね。だから、男性にとってはだいぶ高いキーで銀じないといけない。女性にとっては結構低めなキーで銀じないといけない。本数という、高さの表す本数で言うと、4本、5本、それぐらいで銀じないといけなくなってくるかなということで、この最初に銀ずる人ですね、リードボーカルの人が、音程を失敗すると大変なことになると <laughs>。 いうことですみんないつもよくやるなと思いますねあれ絶対緊張して僕多分失敗する <laughs> <laughs> ということでまあだいぶあの資金業界の話をちょっと話してしまいましたけれども、えー、こちら吟じていきたいと思いますまああのみんなが吟じれるということなのでこれはもう間違いなく初心者向けですね 力強く堂々と朗々と声を出す、えー、それがすべてになっていきます、まああのー、できればですねダイナミックに終わりたいので「一変先週天地の心」「先週」ってところはですね揺り上げ、えー、揺らしてあげる節回しが入ってくるんですけれどもそれは三段上げですね「先週」じゃなくて「先週」 ともう上がるところまでギューンと上がっていくとで最後まで盛り上がったところで「天地の」王と一気に入るとういうことになります。もう一つ一つ丁寧にたっぷり堂々と、えー、そう吟じていくのがあこの詩のまあ正しい吟じ方より良い吟じ方だと思いますので是非是非最初からお腹に力を入れて腹式呼吸全開でやってみてください。 こんなところかなだいぶ話しすぎましたが <laughs> それでは <coughs> 僕もしっかりと吟じていきたいと思いますローエイニタコ正規 ทอม いかがでしたでしょうか？いやー気合が入りますね。<laughs> これをえ詩、ー、吟の大会で、もうみんな老若男女全員が銀図というそういう文化があります。いい発声練習になります、えー、皆様も声出しの前に <laughs> やってみてはいかがでしょうか？あ、大変そんなことないか <laughs> ということで、えー、今日は以上となります。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネルどうもありがとうございました。バイバイ